どうも、メイドカフェに行ってみたいクリオネ大使館です。今回は各チームの歴代最強選手のみのロスターでシーズンを戦ったら、どのチームが優勝するのかを検証します。今回は、オールタイムチームの中で最高レートの選手を選出しています。なのでこの選手がいないなどありますがご了承ください。ロスターは倍速で流しているので気になる人は止めてみてください。ちなみになんですけど、皆さんはこの30人のうち何人を知っていますか？私は昔の選手をあまり知らないので正直この人誰だってなっています。なのでなるべく知っている選手が活躍してほしいところ、特にノビツキー様、大活躍を待ちしております。ダラスに勝利を。それでは開幕戦のカードの一つのシクサーズ対ペリカンズの試合を見ていきましょう。翔平同士の戦いを制するのはどちらか。最初の得点はポールが体をうまく当てながらレイアップ。対するアイバーソンもユーロステップで反撃。ポールが抜群のゲームメイク力でフリーを作りスリーポイント。だがアイバーソンも負けじとお返しのスリーポイント。追撃のダンクで勢いに乗るアイバーソン。ポールもアイバーソンをきれいに抜き去りレイアップ。そしてこのシュートが決まり、1クォーターは8点アイバーソンがリードで終了。2クォーター最初の得点はアイバーソンのレイアップ。アイバーソンがゴール下で冷静にフェイクをしてバスカンを獲得。フリースローも決めてリードを広げていく。ボールがアイバーソンのスティールをかわしてドライブ。そして左手でレイアップ。だがアイバーソンも負けじとドライブからダンクを決める。さすが得点王ですね。だがボールも1対1でレイアップを決める。この試合はとにかくお互い1対1で打開することが多いですね。アイバーソンがここでタフなレイアップを決める。さすがのボディバランス。さらにゴール下で得点を重ね、2クォーターは13点差アイバーソンがリードで終了。3クォーター最初の得点はボールのレイアップ。フリーを見つけミドルシュートとどんどん点差を詰めるボール。アイバーソンにブロックされるもののしっかりとフォローをするボール。泥臭く得点をするのはさすが。だがアイバーソンも負けじとドライブで得点で反撃。ボールがゴール下で合わせてバスカン。そしてフリースローを決めて確実に点差を詰めるボール。ボールが点差を6点差にして3クォーター終了。4クォーター最初の得点はボールのゴール下。ボールがフリーの味方を見つけてゴール下。2人のブロックを華麗にかわす。1対1が絶対的に強いアイバーソン。アイソレーションで得点。ボールがフリーを見つけてロングツーを決める。タフショットを決めるのはさすがのポイントゴッド。アイバーソンがまたまたアイソレーション。ヘジテーションで綺麗にディフェンスを抜き去る。ボールもアイソレーションで得点を狙う。レップスルーからクロスオーバーのコンボでアイバーソンを抜きレイアップ。ポイントゴッドのボールによるハイライトパス。ロングツーを決め、3点差に詰め寄る。ドライブでディフェンスの収縮を確認して冷静にキックアウト。このスリーポイントで点差を同点にする。ボールのインサイドアウトでアイバーソンがアンクルブレイク。そしてゴール下にフリーを見つけてアシストしリードに成功。同点にされるものの再び逆転に成功。このタフショットを決める。ここからの約30秒はノンカットでお届けします。状況はボールが2点差リード。だがこのゴール下で同点に戻す。最初はアイバーソンが圧勝すると思ってたので、こんな接戦になるとは思いませんでした。実際前半はアイバーソンが大差をつけていましたからね。だがここで引かないのがボール。サンダーとサンズで勝ちを再び上げたベテランがこんなところで負けることはないはず。やはり確実にシュートを決めますね。どうしても得点が欲しい時に確率が高いシュートをクリエイトできるのはさすが。対するアイバーソンはどう対応するのか。ここでゴール下のフリーを見つけるがボールが値千金のブロック。ここで追加得点を確率に狙いたいボール。勝利を手繰り寄せるためにどうゲームメイクをするのか。だがここでルーズボールにしてしまい不安なクラッチタイム。大丈夫かな？だがここでテイクオーバーしているボールが得点を狙う。このタフショットを決め4点リードに成功。アイバーソンはファールゲームを仕掛けるも逆転できず。6点差でボールが逆転で勝利しました。こちらがボックススコアです。やはりさすがのポイントゴッド。神のような選手が15人いるので強いのは当たり前のことでしたね。お互いにお互いを高め合えるのは強いところ。高齢になって再度花開く選手は好きですので今後ともどんどん活躍してほしいもの。アイバーソンも頑張っていましたが後半に失速。彼のキャリアを代表しているかのような試合展開。でも俺はあの輝いていた2001年ファイナルは好きやったで。それではシーズンをシミュレーションしていきましょう。果たして優勝するのはどのチームであろうか。まず最初にオールスターを見ていきましょう。
このメンツの中で KG がキャプテンになるってすごすぎん。もしかしてゴートは冗談ではなかった疑惑が浮上。ノビツキーがリザーブ選出されていてよかった。MVP はウィザーズでヘッドコーチをしているアンセルドのお父さん。17.7 点取っててフィールドゴール成功率 66% ってすごいな。そしてシックスマン賞もアンセルド。ディフェンシブオブザイヤーはジョーダンが受賞。そして MIP もジョーダンとなりました。何がどう成長したのか。優秀コーチはブーデンホルザーに。そしてオールタイムチームはこんな感じになりました。ベニーと KG 強すぎない？ジョーダンとかレブロンを抑えて選出はやばい。そしてファーストとセカンドが全く同じとはやばいな。本当に意外な選手が受賞するからやめられないですね。ディフェンスでようやくレブロンとジョーダンが出てきましたね。続いては順位を見てきましょう。まずは東から。堂々の1位はカリーム15人のバックス。ヒートとかキャブスのレブロンたちが上位にいないのは意外すぎる。勝手にこういう企画は何でもできる系のスモールフォワードとかが強いと思っていました。やはりバスケって大きさイコール強さってことなんですかね。単純かつ明快。続いては西の順位。1位はオスカー・ロバートソン率いるキングス。さすがミスタートリプルダブルですね。なんかこういう企画で輝くウルブズ時代の KG。もしかしてボストン時代よりも強いのではと思いますね。そしてマジックのレイカーズがプレインに食い込むほどの低順位とは。それではプレイオフをシミュレーションしていきましょう。果たして栄光をつかむのはどのチームであろうか。Here's ABC. And they've done it. The Washington Wizards have won the NBA championship. Well, they did it. And as they celebrate, you can just see the relief, the exhilaration that comes from winning it all. An incredible display of resilience. Seemingly every time they were challenged, Grant, they rose to the occasion. NBA, I have to give props to the front office for making all the right moves. And the coaching, just phenomenal. And then, hey, it's a players' league. Those guys came out and took care of business. And thanks to everyone out there who's been with us through this entire journey. Take care, and we'll see you next season. したのはウィザーズのアンセルド。アンダーサイズのセンターが優勝しているのは日本人としては希望が持てる。アンセルドファンとウィザーズファン、おめでとうございます。それではまた次の動画で、バイバイ。